か音響の方が、うん、あのサラダボウルさんのスムージーも美味しいって言ってたんで、そうそうそう、おすすめですね。あとで4人分ください。だって、だって飲みたいな。暑いからね。そう、うん、そしてあの控え室でずっとゲームしてました。そう、あのなんかこのなんちゃらから始まるリズムに合わせてとか、あとこれってさ、指でこうやって2、3で転がるみたいなとか、あと指スマップとか、ピッのせい、ピッピッっていうすごいさ地味なゲームを超盛り上がったよね。盛り上がりましたね。めちゃくちゃ盛り上がりました。親のブラックさんに失礼な曲、うるさいぐらいに盛り上がって本当に楽しかったね。すいません。すごい、なんかいなくて、本当控え室にいらっしゃらなくて、ちょっとすごい騒がしかったけど聞こえてたかもしれない。うん、それが楽しかったです。そうですね。はい、そして2部はあの上がね T シャツになりました。うん、はい、でこの後物販があるんですけど、その時に皆さんはあの黒いやつで、ここのハンマーのところが白抜きになってる T シャツがあの販売されていますので、皆さんそちらを買って、あのこの白抜きの部分をあの推しカラーとか、あのなんだ、箱推しの人は白のままか、レインボーにするか、真っ黒塗りつぶすか、出してくれたらいいなと思います。はい、こんな感じで次3曲いっちゃいたいと思います。はい、ヒコロコのテーマいくつ？
がありまして、その3人がドッタラドッタラを歌ってくれました。イエーイイエーイ、ありがとうございます。この後5時からまたステージがあるのと、その今言ったように毎週日曜日定期公演があります。そして来週の定期公演はですね、アンドクレイジーさんがゲストで来てくださるということで、2部制になっているので皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そして日曜日じゃなく来週の土曜日は、富山福祉短期大学さんで、副短祭に私たち出演させていただきます。そちらの方でもピコレボのことを見ることができるんで、皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。で、また詳しいことは公式ホームページ、 Twitter、 ブログなどをぜひチェックしてみてください。はい、それでは次でラストになります。ありがとうございます。ラストは先ほどと同じ曲なんですけど、みんなでね手をつないで輪になってジャンプして終われたらいいなと思います。それでは聴いてください。レディー。
実はこの黄色のね、アメちゃんが9月いっぱいで卒業することになっていますので、皆さんぜひ一度でもね、今日見た方は、気になった方はぜひぜひ遊びに来てくれたらいいなと思います。そして物販でね、ぜひチェキとか取ってくれたらいいなと思います。それでは以上、私たちヒカムカレボリューションでした。ありがとうございました。Thank you.